セブンアイホールディングス総合、西部総合のロゴ西部のロゴ株式会社、総合、西部は、セブンアイホールディングス傘下の小売業者である。百貨店の総合、西部を運営している。2009年8月1日に、小売業者の総合、西部百貨店、及び、持ち株会社のミレニアムリテーリングの3社が合併して、発足した。セブン アイホールディングスグループの百貨店事業を一社で担う。2005年12月にセブンアイグループが買収するまでは、水ズホフィナンシャルグループ参加の銀行をメインバンクとしており、経営面において親密な関係にあった。百貨店業界において、三越伊勢丹 HD、J フロントリテイリング、高島屋、H2O リテイリングに次ぎ、国内5位の売上高を持つ。 合併においては蘇号が存続会社となり、社名も蘇号を先に出し、公式サイトに書かれている、創業も祖号伊兵が大和屋を創業した1830年としているが、ロゴやスマートフォンアプリ、SNS アカウントでは、西部、蘇号あるいは西部蘇号と西部を先に出している。近年は地方、郊外の不採算店舗の閉店を進めている。2000年に、 民事再生法に基づく再生手続き開始を申し立て経営破綻した株式会社、祖号及び祖号グループ12社を再建するにあたり株式会社祖号は西部百貨店元社長の和田、茂明を特別顧問に迎え入れたこの結果事実上西部百貨店の支援を受けることとなったが西部百貨店の参加に入ったわけではなかった経営再建にあたり まず、再生13社を兄弟会社の関係とするべく、再生13社を直接の完全子会社として、参加に収めるための会社が必要となり、休眠会社を活用することとなった。それが後に、株式会社ミレニアムリテーリングとなる、株式会社1号である。2001年2月に、祖号が再生13社を買収、また、 西部百貨店と包括的業務提携を行うことで、西部百貨店の経営手法を経営再建に役立てることとなった。この時点で、祖国は形式上も実態も再生13社に対しての持ち株会社ではあったが、経営統合ではなく経営再建が目的だった経緯などから一般的には受け皿会社と表現された。なお、 持ち株会社と表現されるようになったのは、西武百貨店を子会社化し社名を10号から、ミレニアムリテイリングに変更した2003年6月前後からで、ある。経営再建は順調に進み、2002年に段階的に10号の傘下において株式会社祖号を、存続会社として、再生13社が合併した。そして2003年に1月、祖号は、 計画よりも2年前倒しで再生手続きを集結することができた。経営再建を果たした祖号とは反対に2002年頃より不良再建問題と関係する形で西部百貨店の財政問題が浮上。2000年に母体のセゾングループにおいて同グループの解体の引き金となる西洋環境開発の整理に対する負担を強いられ踏み込んだ リストラ策を行わずに経営を続けていたことも、あだとなり、巨額の不良再建を抱えた、西武百貨店は、2003年1月14日に、水保コーポレート銀行、東京三菱銀行、クレディセゾン、新生銀行などの貸し付元へ2300億円規模の再建放棄要請。2月に指摘整理に関するガイドラインに基づいた、西武百貨店グループ再建計画を発表し、 経営再建に当たることとなった。これにより、同社は現像誌をするとともに、水保コーポレート銀行やクレディセゾンはデッドエクイティスワップの実施などで金融支援を実施。10号の子会社化により両社は経営統合し、2005年3月に西部百貨店の再建計画は終結した。2003年6月1日に株式会社10号は、 株式会社ミレニアムリテイリングに商号変更、総合と西部百貨店とでミレニアムリテイリンググループを発足させた。西部百貨店は10号に対する第三者割り当て、増資と株式交換を段階的に実施して2004年9月までにミレニアムの完全子会社となり、名実ともに総合と西部百貨店の経営統合が実現した。持ち株会社となった ミレニアムリテイリングは2003年時点では、資本金が5500万円で、和田茂明が4割強を出資する規模であり、資本力増強と、西部百貨店の再建費用年出を目的に、2004年7月、新株予約権を行使する形で、野村ホールディングス参加の投資会社、野村プリンシパルファイナンスが500億円、水保フィナンシャルグループの投資司会社、 水保コーポレートが400億円出資することとなり、NPF が筆頭株主となった。なお、この水保コーポレート社長は2006年にセーブホールディングス社長に就任した後藤隆である。2005年12月26日にセブンアイホールディングスが野村プリンシパルファイナンスの保有する株式を買収し、ミレニアムリテイリングを参加に収めることを電撃的に、 発表。大手流通グループの再編に一石を投じる、などとして話題を集めた。2006年2月1日からセブン &IHD の子会社となり、同年6月1日に株式交換を実施し、完全子会社となった。7年、和田茂明は健康上の理由から、ミレニアム会長を退いた。これまでミレニアムは、伊勢丹から池田明,明と、 佐野和義の二人の役員を引き抜いている。2009年8月1日に株式会社、蘇ご株式会社、西部百貨店、株式会社ミレニアムリテイリングの三社が、蘇ごを、存続会社にして合併し、株式会社、蘇ご西部となる。これにより、ミレニアムリテイリンググループの名称は役目を終えた。社名は蘇ご西部だが、現在は、 ソゴーと西ブをまとめた名称は主に西ブソゴーとしており、ソゴーのロゴも公式 HP や広告などでは、西ブと同じフォントで、ソゴーと書かれたものになっている。9月1日には、同じセブンアイグループの株式会社、ロビンソン百貨店を九州合併、グループの百貨店事業を一社に統合する。ソゴ西部発足時は十八店舗を展開していたが、 地方店、郊外店を中心に閉店を進めた結果、2021年3月時点では、西武6店舗、そごう4店舗の、計10店舗にまで店舗網は縮小している。店舗別売上行では、西武池袋本店が、最も多く、ついでそご横浜店、そご千葉店の順になっている。また、店舗の他に、セブンアイホールディングスの総合ショッピングサイト、 オムニセブン内に E デパートがある。なお、台湾、香港、マレーシア、インドネシアにおいて、そごうが32店舗、西部一店舗が存在するが、これらは商標対応契約によるもので運営は現地の企業が行っている。2011年にアリオジョーデンに小型店舗を出店して以来、セブンアイグループの伊東洋華堂やアリオ内に西部、西部、 総合名義で小型店を展開したが、2017年には10店舗が閉鎖に追い込まれている。現在営業中の店舗過去に存在した店舗法人向けの防災用品、ユニフォームのベルティギフトや学生服などを扱っており、百貨店の店舗が消滅した関西や東海地区にも営業所を置いているほか、子ども科学センター8ラボの運営も受託している。このほか、 西武池袋本店内でカルチャーセンター池袋コミュニティカレッジを運営しているセブンカルチャーネットワークに2.7%を出資している電子マネーはセブンアイグループの7個に対応しているまた2020年7月からは各種 QR バーコード決済にも対応を開始しているクレジットカードについては西武百貨店そこをおよび 参加の関連会社については、セゾングループの流れ、及び、西武百貨店が祖母を救済した経緯から、クレディセゾンとの提携カード、クラブ、オンカード、セゾンと、祖母ミレニアムカード、セゾンを発行している。なお、ロビンソン百貨店は、伊東洋華堂参加であったため、セブンカードサービスとの提携カード、ロビンソン、IY カードを発行していた。ただし2店舗ともに、 西部に転換されるに従って、2013年3月1日に、ロビンソン、IY カードから、既存客は、セブンカードに切り替えられ、また、店頭での入会受付をするカードが、クラブオンカード、セゾンに変更となる。3月以降にセブンカードの入会を希望する者は、それぞれ、最寄りの、伊東洋華ードでの申し込みとなる。2013年をめどに、 セブンカードサービスの親会社であるセブンフィナンシャルサービスとクレディセゾンとの合弁会社セブン CS カードサービスにセブンカードサービスの事業を移管して統合することが合意されているポイントカードについてはソゴーがソゴーミレニアムカードーブがクラブオンカードを発行しておりソゴー及びーブで共通にポイントを利用できるロビンソンはロビンソンポイントカードを発行しており 発行店でのみ、ポイント利用ができる。ソ祖セ西ブとロビンソンの互換性は皆無である。前述のロビンソンに店舗が西ブに転換されるにあたり、クラブオンカードへのポイント交換が実施される。西ブ東、都塚 SC 以外の各店では、セブンアイグループ共通のセブンマイルにも対応しており、西部ソゴーアプリとクラブオンカード、 ミレニアムカードを同時に提示すれば、マイルとポイントが両方付与される。ただし、セブンイレブンやイトーヨーカドでは 7ID の会員情報に登録した7個を決済に使用すれば、自動的にセブンマイルが付与されるが、そごう、セーブの場合は7個で決済する場合でも、セーブそごうアプリの会員コードを提示しないと、マイルは付与されない。ロビンソン百貨店は、 伊東洋稼働参加であったことから、セブン銀行 ATM のサービス開始当初、及び地元金融機関提携当初から ATM が設置されていたが、祖母及び西部百貨店については2008年7月15日より順次設置されている。セブン &i 共通商品券については2006年のセブン &i グループ入り直後の祖母及び西部百貨店では利用できなかったが、 2008年9月1日から利用できるようになり、2009年9月1日からセブン愛嬌通商品券の販売を開始した。また、そご及および西部百貨店発行の一部の商品券とお買い物券については、以前はそれぞれが発行した百貨店各店のみ利用可能だったが、2009年8月1日からそご及および 西武百貨店全店及び ISP 池袋ショッピングパークで利用できるようになった。また閉店支店舗が現存してない各店発行の商品を取り替え券やロビンソン百貨店商品券はそごう西武各店で引き続き利用可能である。なお、そごう西武に合併する前から西武百貨店及びそごうロビンソン百貨店の3社は それぞれ日本百貨店協会に加盟していたため、全国百貨店共通商品券の使用は発行。元百貨店にかかわらず、西武百貨店及び総合をロビンソン百貨店の全店で利用可能だった。もともと西武百貨店は、西武鉄道と同一のグループであったが、西武鉄道創業者、堤康安次郎の死後、三男、堤義明が、西武鉄道社長を、次男、 堤政治が、西部百貨店社長を継承することになり、兄弟会を設置して、グループの秩序を維持した後、1971年の安次郎の七回帰をきっかけとした吉明と政治の相互不干渉の確約を機に、西部百貨店は、独自色を強めていき、西部流通グループとして、独立した。ただし、独立後も、堤政みが1986年まで、 西武鉄道にも取締役として残留していたほか、セゾングループの声友の店舗が西武鉄道からの借地であったり、西武百貨店が西武鉄道グループの埼玉西武ライオンズのスポンサーになるなどの関係があった。セゾングループ解体や西武鉄道グループ経営陣からの包み決意法後も、ライオンズと西武百貨店の後ろ身である総合西武とは、 スポンサー企業としての関係が継続しており、伊藤洋華堂が西武ドームに広告を掲示したり、ライオンズの優勝セールを行っているほか、ライオンズのファンクラブ向けのグッズ制作は総合、西武の法人外商部が担当している。2021シーズンのライオンズ主催試合では、総合のチキリマークと西武西武の商標が入った統一試合玉が使用される。また、 西武グループの統括会社である、西武ホールディングスと、総合、西武の親会社であるセブンアイホールディングスは、連携強化のために、お互いに株式を持ち合っており、西武鉄道、プリンスホテルと西武池袋本店が共同で、外国人観光客誘致を行ったり、西武鉄道が2019年に、新型特急車用0 0 1軽電車、ラビューをデビューさせた際に、 事前に体験乗車できる福袋を西武池袋本店主催で販売するなどの協業を行っている。なお、西武、西武の一部分野における商標登録は西武ホールディングスと総合、西武が共同で権利者として出願、登録している。また、西武4000系電車、西武旅するレストラン52席の私服のロゴの商標登録も 両者の共同で行われている。お買い物熊は祖ー、西部のマスコットキャラクター。1993年、西部百貨店の夏一の広告キャラクターとして誕生した。2003年に祖ーと経営統合したことにより祖ーでも使用されるようになった。日焼け熊やミレニアムクラブオンカードの広告で使用される銀、熊という仲間もいる。また、各店舗ごとに、 お買い物熊という LINE キャラクターもいる。ミレニアムリテーリングに関するカテゴリー。ありがとうございます。